なし、ソウル仁川行きですね。あ、関西島の左下では台北行きのエヴァンホークも動き始めましたね。ミドルの下に動きがあります。目のいい方であれば到着行きだけじゃなくてもう一度後ろに見えるかもしれませんね。今2機近づいてきています。はい、で次の、出発機なんですが、ちょっと小さめのエアバス機、エアバス A320 系列の機体で、中国東方航空、チャイナイースターの飛行機ですね。まあ、さっきアジア最大の航空会社とご案内したのがチャイナサザン、中国南方航空、これがしますのが中国東方航空、チャイナイースターですね。まあ、昔はさらにややこしいことに中国北方航空、チャイナノーザンという会社もありましたし、さらに中国西南航空とか中国西北航空なんていうのもありましたね。まあ、北方航空や西南西北航空がなくなっちゃいましたが、残ったのが東方航空や南方航空ですね。で、到着機が先になります。ボーイングの767型機が着陸ですね。おそらく地上のチャイナイースター、中国東北航空には滑走路手前で待ちなさいという命令、降りてくる到着機には着陸に支障なしの通信が管制塔から伝わっているはずです。まあ、当たり前の話なんですが、同じタイミングで出発機と到着機両方ある場合、出発機は地上ですからブレーキをかけて待ってますが、到着機はそうはいきませんから、やはり同じタイミングで両方あれば到着機先に降ろすしかないですね。はい、全日空のボーイング767ウィングレット付き、まあ、翼の先端が曲がったタイプの767が着陸します。まあ、ちょっと前にもご案内したんですが、767型機の場合、この翼の先端の曲がっている部分、ウィングレットは後付けもしくはメーカーオプションですね。こんなのをつけると燃費がほんの数パーセント良くなるんだそうです。まあ、最初は767にはこんなのついてなかったんですが、最近燃料代が高く効くんで、こんなのが後から追加されたんですね。台湾台北からの到着になります。まあ、後からでも付け足せるんですが、これもさっきご案内したんですが、全部のゼニックの767型機についてるわけじゃないんですね。なんでせっかく燃費が良くなるのに、後付けでもいいから付けない機体があるのかということになると思うんですが、まあ、先ほどご案内しましたように、これ、飛行機の部品って高いんですね。後から付けることできるんですが、費用が6000万円かかります。燃費が良くなるっても数パーセントですから、本当に得かどうかやっぱり検討が必要なんですね。で、チャイナイースターが滑走路に入りますが、次の到着機も今近づいてきていますから、そんなに滑走路では長居できないと思います。結構まだ距離は遠いんですが、到着機は時速300キロで近づいてくるんですね。もたついてしまえばすぐに追いつかれちゃいますが、そうは言っても今着陸した全日空の台北からの到着機が滑走路から解いてくれないとですね、チャイナイースター、中国東方航空が離陸始められないんですね。到着機と到着機の間のわずかな時間、空間を使っての出発になります。こういう出発機が離陸できる時間、空間、これはたまたま空いてるわけではないんですね。管制官の方が、成田空港に近づいてくる到着機に対しても常に無線で指示を出しています。飛ぶ高さ、コース、スピードなんかの指示を出し、こういう出発便が離陸できる時間、空間というのは管制官の方が意図的に空けたものであって偶然空いてるわけじゃないんですね。はい、でこれで到着機が滑走路から離脱、チャイナイースターが間もなく離陸開始できると思います。チャイナイースターの次がアシアナ航空系のローコストキャリアのエアプサン、プサン行きのエアバス A321、 その後ろが、最近もう1機か2機ぐらいしか近々飛んでこない旅客型のジャンボ、大韓航空のソウル行きのジャンボジェットですね。1年くらい前にオランダの KLM オランダ航空が成田空港の路線からジャンボジェットを引退させました。半年くらい前にはユナイテッド航空が成田路線からジャンボジェットを引退、2週間くらい前にはアメリカのデルタ航空が成田路線からジャンボジェットを引退で、チャイナレンズ中華航空のジャンボ機も冬のスケジュールからほとんど飛んできません。まあ残ったのがこの大韓航空ぐらいしかないんですね。かつ
ては成田空港に飛んでくる飛行機の6割から7割を占めていたジャンボジェット、現在ではもう全体の便数の 5% 以下の数に減っています。特にこの旅客型のジャンボが減ってしまいましたね。はい、到着機アメリカデルタ航空ボーイングの767、これもユーレット付きの機体ですね。まあ、ゆっくり降りてくるように見えると思うんですが、目の前を通過するときは大体時速300キロ前後ですね。シンガポールからの便でしょうかね。まあ、アメリカの航空会社であるデルタ航空がシンガポールから飛んでくるというのは違和感があると思いますが、こういう便は大抵経由便の形をとります、デルタ航空の場合はシンガポールからの便はシンガポール発成田経由シアトル行きの設定ですね。ただ成田とシアトルの間は機材が別の飛行機が飛ぶことになっていますから、この飛行機は便名通りシアトルに行くことは今日はないと思います。そんな感じだって。で、港町韓国釜山の会社ということで、これ尾翼のマークはカモメのマークだそうですね。さっき出てきたチャイナインスタは尾翼に、ツバメのマークが入っていました。まあ、航空会社っていうのは尾翼のマークに鳥とか花とか国旗のマークを使う会社が多いですね。で、水色のジャンボジェット、ジャンボの中でも新しいタイプで747ラケートと呼ばれるタイプですね。ボーイング747型機も一時期かなり人気があった飛行機で、一番人気があった時は注文してから2年半ぐらい待たないと手に入らない、それぐらいよく売れた飛行機なんですが、もう最近は年間の生産機数が1桁2つに1機ぐらいしか作られなくなってしまった飛行機ですね。繰り返しますが、貨物型はまだそこそこ飛んではきますが、旅客型はもう1日1機か2機ぐらいしか飛んできません。ただ大型のジャンボではあるんですが、ソウルインチョン行きの近距離に2時間ちょっとで着いてしまいますから、この飛行機はほとんど燃料は入れていないと思います。軽いはずなんですね。おそらくソウル行きですとジャンボ機であってもですね、滑走路大体半分とか半分弱で浮くことが多いですね。ちなみにこのジャンボジェットは燃料を満タンに入れるとドラム缶換算で1000本分以上の燃料を入れることができます。燃料が満タンと空では、燃料の重さだけで150トンから170トンぐらい違うんですね。同じジャンボでも近距離便と長距離便では燃料の重さだけで100トン以上違ってきます。重さの差がそのまま離陸のための滑走距離に影響しますね。まあ、ソウル行きのような近距離便はやっぱり燃料が少ないことが多いですから、早めに打ってしまうことが多いですね。アメリカとかヨーロッパに行くような飛行機はやっぱり燃料たくさん積んで多くなりますから、滑走距離も長くなります。まあ、いずれにしても到着機が近いですから、大韓航空ソウル行きのジャンボは滑走路手前で待機ですね。ソウル行きの後ろにいるのが台湾の航空会社エバー航空台北機、その後ろがエアチャイナの大連機、その後ろに全日空の貨物便が並び、その後ろがローマ行きのアイタリアですね。また全日空の767が着陸ですね。中国北京からの到着機ですね。でもう一機到着機がいることはあるんですが、ちょっと距離遠いですが、これぐらいでれば大韓航空に離陸できるんじゃないでしょうかね。あ、動きましたね。まあ、多分管制塔から大韓航空に滑走路に入りなさいという命令が出たんだと思います。まあ、繰り返しますが、どこかに信号機がついてるわけじゃないですね。管制塔から指示が出てるんですね。まあ、最近少なくなったとはいえ、このジャンボジェットはかなり長生きな方ですね。1号機の初飛行が1969年ですから、まもなく初飛行から50周年という飛行機です。まあ、この飛
号機が開発中の約50年前ですね、当時50年後の、まあ、2017年、いまだにこのジャンボの生産が続いているなんてことを予測できた人は誰もいないはずなんですね。まあ、50年くらい前はですね、あと10年か20年もすれば超音速旅客機の時代が来るというふうに誰もが考えていて、まあ、こんなジャンボ機みたいなですね、音速以下の飛行機はいずれ役目を終えるって考え、それが主流だったんですね。まあ、実際にはいろんな問題があって超音速旅客機の時代なんていまだに到来してないわけですね。次の到着機なんですが、最新の飛行機の、やっぱり軽そうに滑走路4割ぐらいで浮いちゃいましたね。繰り返しますが、燃料が少ない緊急便だと、たとえ大型のジャンボでもこんなふうに早めに浮いちゃうわけですね。でこのまま真っ直ぐ上がって茨城上空まで直進、その後右旋回でぐるっと U ターン、一旦成田上空まで戻ってきた進路を西に向け、本州上空ずっと西に飛んできます。で北陸もしくは山陰地方のあたりから日本海の上空に入って朝鮮半島を目指して飛んでいくことになりますね。まあ、そうしないと羽田の上空をいきなり低い高度で通過するわけにいかない、一つ遠回りをして高度を稼いでから西に飛んでいく、そういうやり方なんですね。